1930年のデンバーリオグランデ、ウェスタン鉄道とウェスタンパシフィック鉄道の路線図デンバーリオグランデウェスタン鉄道は一般には単にリオグランデ鉄道とも呼ばれる、もともとデンバーリオグランデ鉄道として発足したアメリカ合衆国のかつての鉄道会社である以下会社名を D&RGW と参照する。1988年に D&RGW の親会社がサザンパシフィック鉄道を買収して両鉄道が合併した際知名度の高いサザンパシフィックの名前を残すことにしたため D&RGW の名前はそこで消滅した D&RGW はコロラド州デンバーからユタ州ソルトレークシティまで主に大陸横断鉄道の接続鉄道として働き石炭や、 鉱石類の輸送の大きな起点となっていた。そのモットーは、ロッキー山脈を迂回するのではなく、貫いて出会った。D&RGW は、典型的な山岳鉄道で、幹線鉄道としては、アメリカ合衆国で最も高いところを運行し、コロラド州のテネシー峠では1240フィートの地点を越え、有名なモファットトンネルや、ロイヤルゴージを通過するルートを通っていた。 1890年前後の最大の時点で D&RGW は来た。アメリカで最大の狂気の鉄道網を運行していた。その期間は3フィート914ミリメートルであった。D&RGW はその独立性で知られ、アメリカ合衆国において最後の私鉄による長距離旅客列車であるリオングランデ・ゼファーを運行していた。 デンバー・アンドリオ・グランデ鉄道は1870年に、ウィリアム・ジャクソン・パーマー将軍と彼の生涯の友で、パートナーのウィリアム・ベル博士により、デンバーとメキシコシティを結ぶ糸で狂気の鉄道として設立された。狂気が選択されたのは、標準機に比べて建設費と、またそれと同等に重要な建設期間を短縮することができたからである。ルートは、今ではニューメキシコ州の北部にある、 レートン峠を通過するものであった。厚く競争的な建設が、アッチソンとピカーンド、サンタフェ鉄道と1877年から1880年にかけて不設権をめぐる争いを引き起こした。どちらの会社も殺し屋を雇い、政治家を買収した。1879年6月、サンタフェ鉄道は、バッドマスターソンに引きられたドッジシティの無報者たちによって、 プエブロの線形向を守った。この時、D&RG の会計係である R 会、ウェイトブレックは、防衛側に金を払って立ち去らせようとした。最終的に、サンタフェ鉄道が、レートン峠を通る権利を得て、一方の D&RG は140万ドルを、投じて、アーカンザス側のロイヤルゴージを通過して、コロラド州、レッドビルの鉱山地帯へ至る線路を敷設した。結果として、 D&RG は儲かる西への資源輸送事業に集中することになった。デンバーリオグランでウェスタン鉄道の列車1番、ザ・ロイヤル・ゴージ1960年 D&RG はプエブロから西へ向かって建設し、キャニオンシティ2874年に到達した。ロイヤル・ゴージを通り抜ける路線は1880年5月20日に、サリダへ到達し、さらに同年レッドビルへ伸びた。 サリーだから D&RG は1845フィートのマーシャル峠で大陸分水海を越えて西へ伸ばしガニソンへ1881年8月6日に到達したガニソンから路線はその世界の継承路線の報道で有名なキュアキャンティニードルの脇を通るガニソン側の渓谷であるブラックキャニオンへと入る線のワシマロンからますます険しい渓谷へ入り セロ峠を越えて、モントローズへ1882年9月8日に到達した。モントローズからは、路線は期待しかれ、デルタを経由して、グランドジャンクションへ1883年3月に到達し、これにより、ソルトレークシティへ通じる、リオグランデウェスタン鉄道と狂気の大陸横断鉄道の接続を果たした。プエブロから、レッドビルへの路線は、 1887年に参戦機場へ更新されて、狂気と標準機の両方の運行ができるようになった。狂気の支線が、クレスティット、ビュート、レイクシティ、オーレー、サマーセットへ建設された。D&RG はまた、コロラド州ウォルセンバーグから、西へ、オールドラ、ベタ峠を越えて1877年に線路を伸ばした。その当時、オールドラ、ベタ峠にある、 アップトップ基地は9500フィート2900メートル以上の高さにあって狂気鉄道最高の地点を誇っていた。線路はアラモーサ2878年に到達した。アラモーサから路線は南へ伸ばされアントニトを通り、最終的にニューメキシコ州サンタフェへ到達し、また西はコロラド州クリードへ伸ばした。アメリカでも最長クラスの直線の線路を含む路線が アラモーサから北へ、サリダと結んだ、アントニトから路線は115フィートのクンブレス峠を越え、コロラドとニューメキシコの宗教に沿って、デュランゴに百8 8 1年8月に到達し、さらにシルバートン周辺の鉱物資源の豊富な地域まで北へ伸ばして1882年7月に到達した。デュランゴから南へ、ニューメキシコ州、カーミントンへも建設された。 クンブレストルテックシーニック鉄道、デュランゴシルバートン狂気鉄道も参照。D&RG はライバルのコロラドミッドランド鉄道より先にコロラド州アスペン周辺の鉱山地帯へ到達しようとレッドビルから西へ1240フィートのテネシー峠を越えて路線を伸ばした。D&RG はグレンウッドキャニオンから グレンウッドスプリングスを通る路線を建設して1887年10月にアスペンへ到達した。それから D&RG はコロラドミッドランド鉄道と協力してグレンウッドスプリングスから D&RG のグランドジャンクションまでを接続する路線を建設した。当初はグランドジャンクションへの2番目の補助的な路線と考えられていたがレッドビルから グランドジャンクションまでの全区間は1890年に標準期に改めきされ、当初のマーシャル峠を通る狂気の路線が二次的な路線となった D&RGW 事業用車101号。当初は客車として製造され、バーナム工場で1929年に事業用車に改造され、今ではエーブラハムリンカーンとして修復されている。 当初のデンバーリオグランデウェスタン鉄道は、ユタ州オグデンからソルジャー峠を通ってグランドジャンクションまでの狂気の鉄道を建設した。この鉄道は1889年に狂気を標準機へ改築する財務計画の一環としてリオグランデウェスタン鉄道になり、ユタから利益の上がる丹田へいくつかの視線を伸ばした。1901年、デンバーリオグランデ鉄道は、 リオグランデ・ウェスタン鉄道と合併し、1908年に統合された。しかしながら、ウェスタンパシフィック鉄道の建設にリオグランデ鉄道の資産を使って融資した、陶器化のためにこの鉄道は弱体化した。第一次世界大戦中には、アメリカが、1918年にウェスタンパシフィック鉄道の倒産を受けて、D&RG も財産管理下に入った。1920年に、 新しい会社として、デンバーリオグランデ鉄道が発足した。DRGW の発破者、ロイヤル工事、モファットトンネルのロゴの部分を示している。1943年1931年、D&RGW は、D&RGW と連絡する40マイルの路線を建設する権利を取得した、デンバーソルトレーク鉄道の子会社で、名前だけの 会社デンバーソルトレイクウエスタン鉄道を買収した。数年の交渉の末、D&RGW は D&SL のデンバーからの新しい連絡船に線路使用権を獲得した。1932年に D&RGW はグレムウッドスプリングスの西からコロラド側のボンドまでドットセロカットオフの建設を開始した。ボンドの到着地点はオレストッドと呼ばれた。これは ドツロの綴りを逆にしたものである。ドットセロはドットゼロの短縮形であるという誤解が広まっているが、この駅の名前はグレンウッドスプリングスへの標準機の路線が建設された1800。この建設は1934年に完成し、デンバーは直接西への大陸横断鉄道で結ばれた。D&RGW は1935年に再び倒産した。 1947年に再建され、D&SL と1947年3月3日に合併して、モファットトンネル、最終的に財務上の問題から解放されて、この時点で D&RGW は、デンバーからソルトレークシティまでの直接経路を所有しており、プエブロからテネシー峠を通る南の迂回路は、もはや直接輸送に必要ではなかったが、 まだ問題は残っており、大陸横断輸送には、ユニオンパシフィック鉄道のより北にある路線の方が、山がそれほど険しくなく、結果として数時間高速であった。D&RGW の対策は、高速貨物で数量のディーゼル機関車が短い列車を引いて、頻繁に運行することであった。この方針が、なぜ D&RGW が、 アメリカでも最も豊かな炭鉱地帯に近い場所を運行しているにもかかわらず、新しい代替のディーゼル機関車を購入でき、次第、石炭を燃料とする蒸気機関車を退役させたかの理由である。1956年までに D&RGW の標準機の蒸気機関車はすべて運用を外れ解体された。この理由として、 蒸気機関車と異なりディーゼル機関車は総括制御の技術により簡単に充電にでき D&RGW の積極的な運行ダイヤに合わせるために必要な最適な出力を各列車に持たせることができたためであるアムトラック発足後も1983年まで運行を続けたリオグランデゼファー高地形的に独特の環境を走るという D&RGW の印象は おそらく世界で最も有名な旅客列車であるカリフォルニアゼファーに現れている。シカゴからデンバーまでのシカゴバーリントンクインシー鉄道とソルトレークシティからオークランドまでのウェスタンパシフィック鉄道、そして船とバスの連絡でサンフランシスコまで共同運行されていた。ユニオンパシフィック鉄道のそれほど険しくない路線を走る所要時間39時間の列車とは競争できなかったため、 カリフォルニアゼファーは、ロッキー山脈の眺めを存分に楽しめるレールクルーズという、ゆったりした旅を提供した。カリフォルニアゼファーは1949年の開始から1950年代を通して満席で走りいくらかの利益を生み出していたが、1960年代半ばには、春の末期から夏、秋にかけての未利益が出せる状態になっていた。1970年には、 ウェスタンパシフィック鉄道が数百万ドルの損失に文句を言い脱落した。しかしながら D&RGW はアメリカ全体の長距離旅客鉄道の運行を続行するために設立されたアムトラックに参加することを拒否しカリフォルニアゼファーの設備の持ち分を使ってデンバーからソルトレイクシティまでリオグランデゼファーの運行を1983年まで続行した。 金鉱石を貨車に積み込んでいる様子。1940年度の大陸間横断鉄道事業者と競争するために D&RGW は最新の標準機の鉄道技術を利用してはいたが、同時に D&RGW は有名なデュランをシルバートン間のように蒸気機関車による狂気の鉄道路線の運行を続けた。 多くの残った狂気の鉄道は1960年代から1970年代にかけて廃止されたが、景観に優れた二つの路線は観光目的の鉄道事業者に売却され、今日でもクンブレストロテックシーニック鉄道とデランモシルバートン狂気鉄道として運行されている。フィリップ・アンシュッツ率いる d r g w の親会社。 リオグランデインダストリーズは1988年にサザンパシフィック鉄道を買収した。統合された会社は、荷主からの認識度のためサザンパシフィックの名前を採用した。この頃、D&RGW の高速貨物の方針は、SP の長く確立された方針である長大で、ゆっくりした列車を運行する方針にとって変わられた。これは1973年のオイルショック以来、 D&RGW の燃料を消費する高速貨物の方針を次第に揺るがしていた上昇した燃料費が大きな決め手になっていた。1990年代初期には大陸横断の荷主にとっての D&RGW の競争上の魅力の多くは失われてしまい、主にコロラド州とユタ州の丹田で生産された高品質の石炭の輸送に依存するようになっていた。 1996年9月11日にアンシュッツはそれ以前にバーリントンノーザン鉄道とアッチソントピカサンタフェ鉄道が合併してバーリントンノーザンサンタフェ鉄道となったことに一部対応する形で会社をユニオンパシフィック鉄道に売却したユニオンパシフィック鉄道が D&RGW を吸収したため伝説的な山岳鉄道の存在の痕跡は 次第に消えつつある。2006年12月1日の時点で、ユニオンパシフィック鉄道の中で唯一 D&RGW オリジナル塗装である機関車、DRGW5371 号機がまだ、ユタ州ヘルパー付近での地域運行に用いられている。近年ユニオンパシフィック鉄道は、エンド SD70 エイス型の一両アップ1989号機を、 DRGW 様式に合わせた塗装で公開した。この機関車は、ユニオンパシフィック鉄道が、その合併した会社のイメージを残すために塗装した、何両かの SD70A 型のうちの一両である。他にミズーリーパシフィック鉄道、ミズーリーカンザステキサス鉄道、シカゴノースウェスタン鉄道、サザンパシフィック鉄道、ウェスタンパシフィック鉄道の塗装がある。以下は、 D&RGW とその前進組織の社長、または同等の地位についていた人々である。以下は D&RGW が運行した旅客列車の一部である。西行きの列車は奇数番号、東行きの列車は偶数番号が付けられていた。定期列車のリオグランデゼファー号が廃止された後も、季節列車のスキートレインがデンバーのユニオーム駅から ウィンターパークへ運行が続けられていたが、2009年3月29日をもって営業運転を取りやめた。このスキートレインは最後の21年間はずっと赤字続きだったが、それ以上にデンバーユニオン駅の改修工事、貨物列車との運行の兼ね合い、リーマンショックなどの諸々の問題が重なったことが運行中止の直接的な原因となった1981年から、 運行されているシルバートンは、デュランゴからの景観を楽しむ旅を提供している。カリフォルニア州ポートラのウェスタンパシフィック鉄道博物館に残っているカリフォルニアゼファーの車両では最大のコレクションがある。ただしこれはリオグランデよりもウェスタンパシフィック鉄道に焦点を置いている。DRGW の所有していたゼファー用の車両も個人所有でいくらか残っている。 往年のロイヤルゴージルートは2015年現在観光鉄道ロイヤルゴージルート鉄道として通年運行されている。この列車の塗装はリオグランデ鉄道同様の銀とオレンジを主体とした塗り分けであり、往年のリオグランデ鉄道を彷彿とさせるスタイルのロイヤルゴージュのロゴマークもあしらわれている。ありがとうございます。